はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、今日はうちで使っている植物用 LED ライトのですね、どんなライトを使っているかっていうのを紹介していきたいと思います。今日はですね、このライトの紹介とどれぐらいの明るさがあるかっていうのを見ていただきたいと思います。早速ですけど、ライトの紹介をしていきたいと思います。まず最初はですね、ご存知の方も多いと思いますけど、アマテラスですね。このライトはですね、値段が1万3000円ぐらいしたのかな。ちょっとお高めなんですけど、まあ、よくできていて、植物の光合成には赤色と青色の光が必要なんですけど、その赤色と青色の波長を最大限に調節しつつも、まあ、人間の目には白く見えるように作られた LED ですね。光もすごく強くてですね、光を好む植物などにおすすめだと思います。それではですね、実際にこのライトがどれぐらい明るいか見ていただきたいと思います。暗いとこから一気に明るくなるのでいきますよ。はい、ドン。はい、こんな感じですね。アマテラス1頭で点灯させてるだけなんですけど、結構広範囲に照らしてくれてますね。このアマテラスはですね、中の反射板を外したら、広範囲に照らすことができるので、そういう風にして使っております。ですね、ライトから、植物までの距離が、大体ですね、一番近いところで55センチぐらいですね。55センチぐらいで、まあ、明るさ的に、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、このような感じで光っておりますね。ライトの角度的にはですね、一番上の列のビカクシダを照らしているような感じなんですけど、ですね、下の方も結構明るく照っていますね。それで一応ライトから55センチ離れたところで明るさを測ってみたら228ルクスでした。はい、次のライトはですね、こちらは真ん中あたりに赤い LED がついていて、その周りに白い LED がたくさんついていますね。こちらはアマゾンで購入して3000円ぐらいで確か購入したと思います。まあ、3000円ぐらいならちょっとお試しで買ってみるのもいいかと思います。はい、それではですね、こちらのライトも点灯させてみてご覧になっていただきたいと思います。はい、明るくなります。はい、こんな感じですね。やっぱりアマテラスよりはちょっと暗い感じはしますよね。光の範囲的には結構広角に照らしてくれてますね。下の方の植物にも、明かりがちゃんと照っていますね。このライトはですね、こんな風に真ん中に赤いライトが集中してますね。このライトの明るさを測ると138ルクスでした。次に紹介するライトはですね、こちらはちょっと黄色っぽい色になって温かみのある色といいますか、私個人的には好きな色なんですけど、温かみのある色ですけど、結構明るくて、植物なんかも問題なく、よく育ってくれます。はい、それではこちらも点灯していきます。はい、ちょっとこう黄色い感じですね。多分カメラの補正機能みたいなので白っぽくなったんですけど、実際はもう少し黄色いですね。明るさも結構あっていいと思います。でライトのこの LED の感じがこんな感じですね。全体的に黄色い色が多くて、光合成に必要な赤と青の LED も入ってますね。こちらのライトの明るさは172ルクスでしたね。続いてですね、こちらは植物用の LED ライトではないんですけど、ホームセンターに行った時にすごい光を放っていて、ちょっと興味が出てしまって買ってしまいました。こんな風にですね、折りたためていろんな形にできるんです。
値段は3500円ぐらいでした。植物ライトではないんですけど、明るさが結構あるので、植物に照らして使ってますけど、みんな、まあ、問題なく育ってくれているので、こういうのもありなのかなと思っていろいろ試してます。ライトがない状態ですとこういう感じなんですけど、実際ライトをつけてみると、まあ、明るくなって、まあ、存在感もすごいですよね。で、明るさがですね296ルクスもありました。はい、続いてですね、2つ目3つ目に紹介したライトと見た目は変わらないんですけど、ちょっとライトの色が独特で、見ていただくと分かるんですけど、はい、こんな感じですね。植物がまあ光合成をするには最適な色なのかもしれませんけど、部屋の感じ的にはもうちょっとね、これは危険ですよね。外歩いてる人が、こんな色の部屋を見たらびっくりしますよね。なんでもうすぐに消しました。この後明るさが86ルクスでしたね。実際にはですね、こういう風に一角だけこの LED を使って照らしてるわけなんですけど、このライトは、小さい苗とかを育てるのに使ってます。こちらがウィリンキーのスコフィールドタツタの放芝用苗ですね。で、この箱の中に、ウィリンキーのドワーフタツタが入ってるんですけど、ですね、この箱の中もちょっと見ていただきたいんですけど、右上の大きいのがマダガスカリエンセで、あと小さいのが、ウィリンキーのドワーフタツタですね。ライトの照射時間が1日16時間ぐらいですね。で、右側が昼間の明かりだけで育ててる感じですね。どちらも同じ時期に植えたんですけど、このように大きさの違いがありますね。右側の苗は昼間の光だけで育ててるので少し小さいですけど、左側の16時間ライトを照射してる方は結構大きくなってますね。ただ少し葉っぱが黄緑がかっているので、もう少し光を当ててあげたら、色が戻るんではないかと思ってます。並べてみるとこのように大きさの違いがありますね。このまま実験的にですね、もう少しどういう風な違いが出てくるか育ててみたいと思っております。苗の話はここまでにして、次は先ほどまで紹介した LED を全部点灯させたらどんな感じか見ていただきたいと思います。全部点灯させると結構明るいですね。強い光も、大切なんですけど、光合成には、二酸化炭素や、水や温度も大切ですので、植物の状態を見ながら調節してあげることが大切だと思います。全部 LED ライトを点灯させたら明るさが695ルクスでしたね。こちらはですね、スパーバムとかイプサリスを置いている壁なんですけど、LED は暖色の LED を1灯だけつけています。昼間は結構日が当たるので、補助的な感じで1灯だけ取り付けています。はい、今日はこんな感じで LED の紹介をさせていただきました。ライトの数はですね、この壁で使っているのは、アマテラスが2灯と、暖色の LED 2灯と、白色の LED 1灯と、あとあのホームセンターで買った LED ですね。こちらのライトを使って照らしています。リドリーなんかも綺麗に貯水量が伸びて大きくなっていますね。ペドロも新しい葉が出てきてぐんぐんと大きくなっております。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。よかったら、チャンネル登録とお願いいたします。それではまたお会いしましょう。